21からお願いします。はいはい。狭いところになります。そうなると操船役お姉さんの腕の見せ所。さあ意気込み聞いてみましょうか。お姉さん頼んだよ。はい、任せたよ。任せですね。水色の壁の建物の隣のテラスに新郎新婦さんいるの分かります？白いドレス着た女の人。ちょっと怖いですね今の言い方。白いドレス着た女チャペルミラコスタでちょうど結婚式を行われたんですね。さあそんなこんなでやってまいりました。このパラダイスの皆さん、本当パラディーズです。見てください、この眺め。これはまさにゴンドラに乗った皆さんだけしか見られない特別な景色でございます。カメラ、スマートフォンをお持ちでしたら、ぜひこの景色を背景に映してみてはいかがでしょうか。はい、それではしばらくの間この美しい景色をのんびりと楽しんでください。違う。
火山側をご覧ください。こちらもまた絶好の撮影ポイントです。はい、今なら操船役のお姉さんも一緒に写ります。はい、ちなみにですね、後ろにある海賊船から子供たちが笑顔で大砲を撃ってくるので気をつけてください。大きな橋が見えてきました。あの橋が願い事が叶うと言われている橋でございます。この後ですね、橋の下を通るとき私がイタリア語で3つ数を数えます。皆さん目を閉じてお願い事をしてみてください。お願い事1つじゃなくちゃいけないという決まり事はございません。2、300個お願いして大丈夫でございますので、ね、たくさんお願い事をしてください。では行きましょう。 UNO TO WAY。 これ、さあ目を閉じて、さあでは皆さん、願いが叶いますように。叶ったらぜひ私たちゴンドリエにも教えてください。誕生日のお祝いで遊びに来ましたよ。バースデーディズニーですなんて方はいらっしゃいますか？はい、なんでもないです、忘れてください。お誕生日でディズニーシーにご来園された際はまたベネチアンゴンドラに乗りに来てください。私たちゴンドリエみんなでお祝いをさせていただきます到着です。ゴンドラはもう少し前へと動きますので、どうぞ。